郡山宿は京都から西宮までの5つの宿場の中間にありました本陣は西国大名の参勤交代の際などに休憩や宿泊で利用されましたこちらは郡山宿本陣の平面図ですそれでは本陣の中を順番にご案内していきます 尾成門から大名などは出入りをしていました表側の柱には大名旧白の時に門入りの提灯と門幕をかけていました尾成門を入った左手に椿の本陣の名称の由来となった椿があります 現在は二代目の椿が3月頃に立派な花を咲かせて道行く人を楽しませています。五色の椿の迎えには板書があります。大名の家臣たちは不審者がおなり門を出入りすることのないように根津の番をしていました。 おなり門から大玄関までは石敷で正面には式台があります17.5畳の大玄関には鶴の絵があり絵の前の大床は大名の籠を置くところになっています大玄関の天井にはやりかけがあります 奥には時計の間があり大名宿泊時には本人の主人が寝ずの番をして時を知らせました時計の間の隣には上段の間があり大名などが利用しました上段の間の向かいの八丈はお次の間と呼ばれ 家老たちの部屋と言われています建物の一番奥には大名などが使っていた湯殿があります本陣では絹の布でこしてお湯を用意しました 勝手口には睨み口と呼ばれる覗き窓があり、夜中に訪問者があると、ここから不審者でないことを確認してからくぐり戸を開けていました。街道に面したおもやには広い土間があります。 土間の奥は大名などの食事の準備をした釜屋になっています名屋はもともとは大名の馬を入れておく馬屋として使われていました 茶室は四国丸亀藩主、京国の戸の神より配慮したものと言われています。丸亀藩は、宝永5年から郡山宿本人を常宿として利用していました。屋敷の一番奥には米蔵があり、現在は展示スペースとして利用されています。